久野康成の毎日が有給休暇。本日の格言はこちら、思考の範囲と時間軸で人間の器が決まる。うん、思考の範囲にはね、2つある。これはね、場所の広がりと愛の広がりね。愛っていうのはね、自分中心に人ね、自分、家族、友達とか会社の仲間とかお客様とかね、日本人とか、こう人に対してこう広がっていくね。これ愛の広がり。どこまでのことをの人を考えるかね。親友いるでしょ、親友と友達いるじゃん、でもこれは区分なの。親友っていう近い人と友達、知り合いってなっちゃう。そうするとだんだん薄くなっていくでしょ。で薄くなっていくと身近な人は考えるけど、外のことまでだんだん考えないでしょ。だからね、愛の広がりっていうのは、より遠くの人をね、親友と同じように扱えるかってことなの。遠くの人、まだ見ぬ人ね、そういう人も含めて。そうするとね、愛は広がる。でこれはこのコンセプトは同時に場所の広がりっていうのとリンクしててね、場所っていうのは自分中心、家族っていう場所ね、コミュニティ、会社ね、東京、日本、アジア、世界って、この場所の広がりと愛の広がりっていうのはちょっと似てるんですけど、こういう形でね、日本のことだけじゃなくて世界のことも考えようというと思考がね広がるじゃないですか。この思考を広げるっていうのは、この人の愛の広がりね、ここがない人はね、せいぜい自分の家族ぐらいまでしか広がんないのが、ちっちゃい広がんない、究極はね、今だけ金だけ自分だけっていうね、3だけみたいな、わかる、どこもだけって僕さ知ってた。ああいう感じでね、自分さえ良きゃいいっていう。それから時間軸ね、時間軸は今日明日じゃなくてね、3年後10年後。でこの時間軸の制約っていうのは、だいたい一つの大きな壁がね、自分が生きてる時間で考えるわけ。自分の将来って考える。今日なんか話したでしょ、将来の自分とか10年後はとか。でもそれ自分生きてる時間でしょ。トップに立つっていうのは、新卒入れたらもう今後50年雇って反映させるってことだから、経営者にとって50年後ってもうとっくに死んでんの、でしょ。ってことは常に自分の命の長さを超えた状態で企画し考えられないと人の上に立っていけないんですよ。だから自分の将来なんて言ってるようじゃねえ、ダメね。みんなの将来を考えるっていうのが上に立つ人の仕事なの。だから自分の将来なんて考えてるうちはね、ダメそんなの人の将来を考えて初めて人の上に立てるわけ。だからこれが時間軸の広がりっていう意味なの。ここがポイント。どん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 社長が忙しくなり、社長の時間が限界に来た時に、まあ、売上が成長がストップしてしまう。自分の今までやってたトップセールスの仕事を部下に任せて、自分のやってることを標準化させて仕組み化し、人に下に下ろしていくって仕事が必要なんですね。中小企業だから忙しい、忙しくしているから中小企業のままになってるんですね。今年の成果ではなく未来の成長にこだわる。どっちに経営者はこだわる。成長にこだわれば短期的な痛みっていうのは受け入れられるんです。